バーンパイン駅は、太陽国中部はユタヤ県、バーンパイン郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。バーンパイン駅は、太陽国中部はユタヤ県の、人口9万人が暮らすバーンパイン郡にある。駅の正面側は西向きであり、町の中心部に位置するが、小さな町である。駅の反対側には1989年に、設立された、バーンパイン工業団地がある。 一等駅でありたい、国鉄の北本線と東北本線の共用区間に位置する。このため列車頻度が高く、1日あたり38列車の発着があり、その内訳は、快速5往復、普通14往復であり、特急、急行は停車しない。当駅を含むランシット駅バーンパーチー分岐駅が参戦区間でも、ある。 クルンテープ駅から 58.00km であり、普通列車利用の場合運賃は12バーツとなっており、時間的にも1時間30分程度である。当駅より8 0 0ルほど南に、バーンパイン宮殿があり、そのため当たり駅には、王室専用待合所がある。対最初の官営鉄道として、バンコクナコンラチャシーマが建設されることになり、その最初の開通区間として、 当駅を含む、クルンテープ駅やユタヤ駅間が、1897年3月26日に、開業した。目標のなコンラチャシーマまで開通後北本線を、建設することになり、当駅より 31.95km 北にある、バーンパーチー駅より分岐して、遅延前までの工事が開始された。端式1面、および、島式2面の複合型ホーム3面4線を持つ、 地上駅であり、駅舎はホームに面している。バーンパイン宮殿、渡辺おつ大国鉄4000キロの旅、P599、柿崎一郎、王国の鉄路大鉄道の歴史、P25、ありがとうございます。